おはようございます、小原明です。今日はですね、久しぶりの FIFA20 をやりたいと思います。いよいよね、まあ、夏も近づいてきたということで、FIFA も、次回作の噂もどんどん出てきました。今作をプレイできる時間も短くなってまいりました。ということで、覚悟と決意をもとにもう一度 FC 東京のキャリアに挑戦したいと思います。ということで、今ご覧の通りこちらの FC 東京のクラブを選んで監督キャリアを進めていきたいと思います。それでは進めていきます。いや、させんできないでしょ。いや、できるわ。やめてちょっと綴りを忘れてしまったんで、ちょっと一旦失礼します。やめて、おい、なんでもう今スタジオみたいに言ってたけど、これが英語の先生やってたのね。これかな。一個違います。オッケーオッケー。でステディアムって読んでたの。あ、ちゃんとステイリアム。いや、なら違うで。違うね。ここで新発見です。新発見って何。いや、今までやってなかったじゃん、この機能は。使ったことが。いや、違う。それを一旦お伝えさせて、情報として。その前、いや、それは先一個前で言えたでしょ。スタジオ名なんですけれども、自分の好きなように編集できることが分かりました。なので今回、私ホームスタジアムは味の素スタジアムというふうに、綴りも完璧にやらせていただきました。これからも味の素スタジアムでプレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、アキラ小原が、今回は監督キャリアですよ。今回こそリーグ優勝に導きたいと思います。おい、どういうジャケット着てんだよ。クラブとクラブを勘違いしてませんか、こいつは。まずじゃあチーム編成から見ていきましょう。なんでマキシマンとかも入ってんの、最初から。何これ、おい。みんな逃げました。だからなんで最初からマキシマンとかイリエフとかいらねえだろ、マジで。ファーマンとか、何このオールスターズは、マジで。いや、だからもうほんと最後にやるっていうことで、本当に集まってくれたのは彼らだけなんです。この英霊が。ディエゴとかどこ行ったの、アダユートンとか。もう逃げました。なんで逃げてくんだよ。失礼じゃないですか、これでやってくっていうのは。だからあなたが失礼なことしてるからでしょ、何度も何度も地に落として。はい、大臣枠とかどうなるんですか。そこはもうなしです。小川はどこ行きました。本当に嫌な人たちは逃げてきました。じゃあ小川は、あなたは本当に嫌がってる人たちは逃げてきました。剛とかはいてもいいと思いますけどね。渡辺選手、あんた放出したでしょ、ウイレで。はい。ギャリーはどこ行きました。ギャリーとか、あとショーン・ボイド、はい、あとクビストとかもう消息不明です。いやいや、そんなことありえます。いや、本当に消えてんだって、はい、ゲームから。わかりました。FC 東京エンブレム背負うことには変わりないからね。いや、そりゃそうだよ。で、ね、長井とか東とかタマさんとかいるからね。いや、そうだよ。はい、それは。で、あとだからいなくなった選手たちは、はい、ちょっとゲームの都合で選手が抜けちゃってる山賀とか、はい、あとジュビロ、はい、降格された2チームに、はい、言ってます。ということで残念ながらこれで戦ってことになりました。残念ながらだって失礼じゃない。まあ、最後に俺を信じて集まってくれたこの英霊たちとリーグ優勝を目指すことになりました。だからみんな覚えてるね、あんたは。いや、そりゃそうでしょ、さすがに。ちょ言ってって。言ってってメンバーを。いや、だからまあまずはもちろん、まあ、小原。フィジカルゴミもやめてこれ。ベンチ外にしろ。なんで。それはもう、お前が決めて。分かった分かった分かった。いや、でもこれはまあさすがにウィルフォーで今もプレイしてるんで、マキシマ。もう超強いからね、はい。ヤルナさん。いや、フィンランドですよ。フィンランドでしたっけ。違うっけ。アイスランドじゃない。アイスランドかもしれない。失礼いたしました。そして、こちらウィルの方で、造反がありました、ブロックサムさん。はい。そして、ナウド・アライリの、まあ、長身センターバックの人たち。で、そして、ちょっと申し訳ないけど、出してしまったウォーカー・ピータース。でも、お庭中。彼も201センチかなり強いです。で、彼も長身枠です。だから、長身フォワードしかいねえじゃん。彼は覚えてる。いや、オールドニュース覚えてますけどね。はい。初めて出た試合で解任された。はい。フォワードですけど、スターメンで出た試合で。はい。S2 ディーン・ファーマンです。彼はどこ？どこって国は？だからどこ？あったっけ？あったんだよ、どんな。
フロー者みたいな。違う、え、フリーエージェントの人じゃなかったっけ、カフタシャーの人。いや、だから国はあるでしょ。国はマケドニアとか。いや、南アフリカの選手。あ、南アフリカか。ありがとうございます。各国から集まってますからね。はい、ということで、このメンバーで頑張っていきたいと思います。リーグ開幕戦の記者会見にちょっと異様な男が入ってきました。開幕戦はですね、これ2019のあれなので川崎の対戦になります。ちょっとこのようなパリピな格好で J リーグ界に進歩を貸したいと思います。選手のみんな勝つことだけに集中してもらいたい。いや、このチームは粒揃いです。正直に言うと、このチームとしては総勢です。シーズンは面白くなるので、楽しいシーズンにしたいと思います。個人にチームのリーグを制する力あると思いますか？もちろんです。いや、この選手たち集まれば毎年優勝できるでしょう。それぐらいの合唱軍が集まってくれました。毎年リーグ優勝してしかるべきです。開幕は待ちきれません。現在チームの強さには、満足されていますか？もちろんです。私たちは勝てるチームを作りました。責任を負い、全力を尽くす必要があります。ありがとうございました。この後開幕戦になるんですけれども、冬の移籍市場、主な動き見ていきたいと思います。一応これ、あの移籍金の順番になっています。クリバリ、シティへ、ジョーゴメス、バレンシアへ、デパイがドルトムント、カルボナルはユベントスへ、オスピリクイトがライプツィヒへ、ダビドアラバ、ユナイテッドへ行きました。カジュホンがバレンシア行きます。ルクショー、アトレティコへ、エリック・バイリがレスターシティ行きました。マルコス・アロンソがボルシア・ビジーへ、ムニエは、パリからレアル行きました。あ、ルカクの弟はボローニャです。チャナティップが札幌かエラス・ベローナへレンタル。でもこれ夏かな、多分1月過ぎてるし。冬の移籍市場ピックアップ以上でした。それでは開幕戦、川崎君とあれでも玉川クラシックを臨んでいきましょう。無理、使えないっす。タイポスありがとう。さあ、新シーズンの開幕、ちょっと私も久しぶりのFIFAのプレイになってるのでね、いつも一人しか操作できてないので、ちょっと楽しみです。また改めてFIFAを楽しむことができそうです。最近ニューカッスルで、あの、すごいイライラしてるんで、ここで発散したいと思います。東京こそ全て俺らを尽くせるさ。トドロック陸上競技場に合唱軍が集まってきました。俺たちのブラザーレ。さあ、監督兼選手として帰ってきたコアラキラ、合唱軍として戦っていきます。もうかなり仲深まってるみたいですね。長いとベルダンスも仲良さそうに話しています。さあ、ナウド頼むよ。さあ、ホームチーム、まずは川崎ロンターレのフォーメーションから発表となります。じゃあ、今回のあなたの注目選手というのは、ツイッターのアカウント解説されたユウさんですね。小林優選手です。はい、解説おめでとうございます。解説記念団。解説記念団って何？記念団。あなたはフォローされたってことですか？まだです。なんでしないの？解説を記念するだけで。じゃあ、それはこれで決めたい。はい、テレビは全然わかんないですけどね。新生 FC 東京442のフォーメーション、外国人枠に関しては J リーグファンの皆さん、もちろんちょっと今回分身してやらせていただきます。ブロックサム、ナウド、アラユーリ、そして右側のカイルウォーカー、マキシマン、ビアルダソン、ケント、東。これ背番号どうしました？あ、背番号がごめん、ちょっとかなりめちゃくちゃになってるかも。コアラ、長井の2トップです。背番号に関してはちょっとすいません。さあ、マジ行こうぜ。彼はなんか獲得したようです。はい、さあ行こうぜ。まずは頼むよ。11人操作するから気をつけようぜ。バババババ東京、バババババ東京、ババス東京、ババス東京。小林、家長。いやー、ここはボールを奪いました。あ、いやー、え、何マジで今の滑った？知らねえ。え、マジ何今の。小林優、え、PK じゃん。何や、ペナルティエリア外だろ、そもそも。中村健吾、何かしてきそうです。いや、え、ちょっ、あんぷ、いや、ちょっと、おい、あー、やっしー。ターゲットいるから、もうどんどん蹴っちゃうよ。オッケー、全然ターゲットじゃない方行って。ここは盾をつくでしょうか。クロスのチャンス。森田、おめえ、落ち着け落ち着け。おいっしょ。このコーナーはこれ OK でしょ。クリアして、をしのぎます。何を狙うのか。いや、大島、パスが通った。いやー、いやー、何の話飛ばないの。ちょっと動けなかった。意味が分かんないんだけど。OKOKOK。 え、なんで林今飛べないの。いや、おかしくない、これ。ちょっと、え、この後何をしてんの林は。おい、
ちょっとマジで取り返そうぜ。戦え俺の東京、今日も勝利を信じて弾けよう、ラララララ入るウォーカーピータース。あ、いやー危ねー危ねー。あ、いやビルキル・ビャルナソン、クロスを入れたい。あいつアクション使えないから、ここから狙うのか。オッケー、いやいいクロス、いいよ。やばい、間違えた。なんで TF になっちゃった。今1回しか押してねえけど。いや、押したでしょ。ショートコーナーです。それやめて。 BK はない。真ん中にクロスを、え、ちょっとなんで誰もいねえ。よく止めましたが、ボールはこぼれています。それやめてよ、お前マジで。え、何の話。コラロフ、コラちゃん、ここしてさすが一番ゴール取れるから。そうや、そうでしょ。長い健介、長い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 、ちょっと上がりつなかったから自分で行くしかなかった。オッケーオッケーオッケー、いか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 、レオ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 東京。これマジ合唱部の見せ所だろ。ゲー、わーい。マークが厳しかったようですね。いやゴール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 ゴーゴーゴー、あれー頼むよ。一刻も早く落ち着きたいところですから、これには監督も苦言になるでしょう。なんで切れんね。と変えてきました。東京のコーナー、出せなかった。いい、かわいいでしょ、そういうところ。合唱軍の力マジ見せつけよう。ビルキル・ビャルナソン、しっかり見えています。中央にクロスが上がった。さあ打てるか。あいやー、おい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 、ディフェンスにタックルで防がれます。森田秀政、カウンターを狙います。オッケーオッケー、いい位置です。何を狙うのか。オッケー、危ない、絶対ない、どう見てもないね。なんとか防ぎました。ない最高が健介、バチコイ、ママ東京、ママ東京、ママ東京。長井健介、確認したい。橋本健人、いや違う、あぶる、やべ、ウイレの癖が出ちゃった。やばい、さあどうする。あっ、あー打ってよ、打てるところで、ね、さあカウンターを仕掛けるか。やべ、そっちだ。うわ、前を見たい。いや今中だったわ。内側に切り込みます。素晴らしいスルーパス。あー、よっしゃー、オッケーオッケー、ならオッケー、よし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 、いやー、ミスター、東京東京、ビルキル・ビャルナソン、あぶねー、橋本、あ、やってるけどね、それ見えないところで、マジでアドバンテージを見たのでしょう。最高か、サイドに展開します。サイドから中央を見る。え、何をやってんの、マジで。ディフェンスに処理されました。ルーズボールになっています。ここはよくスペースが見えています。チャンスというスルーパスでしたが、ゴールキーパーに阻止されました。やばい、え、なんで相手ボールになりました。チャンスにできるか。シュート、え、ちょっと待って、なんかゲージ、あれ、あれゲージ出ないっけ、良かったと思います。何よ、ちょっと待って、あれ、橋本健人、カウンターのチャンスだよ。ホラロフ、長い、あー、オッケーオッケー、あー、しっかり、ラストいこう、ラスト、いい、ボ
ールを前に運びます。家永、ここからどうするのか。オッケーオッケーオッケー、コーナーでしょ、よし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 、ボールを近くの味方へ。さあどうする、いいクロスが中に入った。落ち着けよ。オッケーオッケー、前棒前棒でしょ。オッケーオッケー、お前さったもん、終了しました。うん、オッケー、まあ後半行かれるかマジでやるやろ。オッケーオッケーオッケー、やる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 、マジ後半行くぞ。シャコン行こうぜー、それ行け、俺たちの東京、勝利を目指してゴールを狙い。ここで奪われました。いや、え、なんで打ってんよ。え、なんで今の。危ねえ。森田秀政。今の決まらないって何なのマジで。何を狙うのか。ケモ。いやー緑ならね。大きく外れました。後でニュースが流れています。バレンシアが新しい選手を。オーケー。なんでファールねんだよ。確定したようですね。はい。この補強見事なスルーパス。これはチャンスだ。いいクロスだ。いやっしゃ。試合は中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。オッケー。いや絶対ないでしょ今。おいちょっとやろうぜマジで。行こう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 。今のところポジションは川崎フロンターレが上回っています。自分たちそれやめろ。この状態を維持している限り負ける要素はないでしょう。え、なんでそんなに。いやショートコーナーです。チャンスにできるか。モルダー、いや、あれちょっとなんでそんなことにこぼれんだよマジで。いや、ポジショニングがいいでしょ。はい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 、オッケー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 、ちょっとまず取ろうよマジで。中村健吾温存では気づかれます。オッケーオッケーオッケー、やれ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 、東京マジ行こうぜ。長井健介、小林優、そう、ナメップはやめよう、マジで。ここからどうするのか。パスが通った。危ねえ。あれは、じゃあもうやめた試合。これ決まった試合やめてましたもう。いやちょっと残念ですけど、結果出せなかったらこれは交代です。おーにゃーおーにゃー、おにゃくとおにゃーです。玉本投入します。田中本、ダミアン入れます。いや、行こう行こう行こう、マジで行こう。やべ、長い方行っちゃった。でけえ。ファールじゃないの？ファールいや、マジか。え、そっちからそういうこと？何よ、はぁ。橋本健人、長井健介、最高のボール。いやー最後のカードなさんだっさほーなっさほーまだ選手目出ねえのか。ダメようん、頼む。ナイス。いや足出そうよ。大島、絶妙。なんで出る。ちょっと行っていこうせめて。あやべやべそっちじゃねえわ。よし。わーけわ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 け、どうするだろうこれ。これやっぱの練習が必要です。このままじゃ厳しいリーグ優勝は。いや3対0の敗戦です。試合後のスタッツこのような形になりました。ちょっとひどい開幕戦です。レッティング見て、小原はもうほぼチーム最低レベル。はい、試合後のインタビューです。ちょっとマジ2試合目絶対勝とう。
な格好で来てんだよ、こんな試合してて。FC 東京メガネ社に勝利を飾ることができませんでした。どのように考えですか。これはシーズン短距離走ではなくマラソンです。もう一回自分たち自分のプレースキルを思い出しましょう。サポーター求めて結果ではありません。短距離走ではなくマラソンです。結果を残せる良い準備をします。フロンターレに対して厳しい結果になりました。今日の結果はチーム自身にどんな影響を与えると思いますか。まあまだ急増の選手たちなんでね、これからだと思います。自信を失ってはいません、揺るぎません。確かに今日のは褒めるとまではありませんが、チームには互いに支える良い選手が揃っています。バネにしてください。もうこれは私の戦術にミスがあったと思います。それが理由です。相手が一枚上手でした。フロンターレは優秀なチームでした。もっと練りに準備しないといけません。ありがとうございました。さあ、明治安田生命 J1 リーグの第1節の結果、こんな形となりました。札幌が首位となっています。下まで順位を進めていくとこんな感じになりました。最下位は湘南ベルマーレです。そしてルヴァンカップに関しては決勝トーナメントから、動画にしたいと思います。さあ、ルヴァンカップに関しましては決勝トーナメントから、プレーをしたいと思います。グループステージシミュレーションを行ったところ、サガン鳥栖に4対1の勝利となりました。今回動画2試合目アウェーでの湘南との試合に臨んでいきましょう。もう一回チビからって必ず勝ち合いさん持ち帰ろう。さあ、舞台は BMW スタジアムです。あのビールまた飲みたいところです。大変美味しいビールですよね、あのビール。ビールドリーとはあれと何その形に持ち込むかが鍵でしょうか。俺らは近づけるよ、よし行こうか。なんでアウェーはこれになってんの。まずは湘南ベルマーレのフォーメーションから見ていきましょう。今回あなたの注目選手というのは松田天馬選手です。なるほど、松田天馬選手、あとタリック、はい、この2トップです。よし。さあ、一方アウェーで、アウェー戦う FC 東京から 4-3-3 のフォーメーションにしました。前線の選手ちょっとね3トップにしています。小原、マキシマン、長井です。トップ下の近い位置に東慶吾を配置するポジションとなりました。ですね。よっしゃ、行こう。立ち上がってみられ歌おう、ララ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 。もうそれいらねえから、マジで忘れてた。いらない、いらない。サイドへ展開します。え、そこ通っちゃうのか。あれ、オッケーオッケー。どこが PK になるの。逆にしっかりボールを抑えています。狙える位置です。ここからどうする。オッケー、ナイス、怪しい。いやー、ちょっと最高か。ここはカウンターのチャンス。オッケーオッケー、絶対長い使ってくれる。オッケー、怖いでしょ。もう一度立て直します。仕掛けてくるのか。これも大丈夫かな、設定とか。何橋本健人、ここから狙うのか。いやー、さあカウンターを仕掛けるか。オッケーオッケーオッケー、落ち着こう。なんでそこでスライディングいるの。命かけてる。だこっちもかけてるけど、いらないでしょ命削るプレーは。じゃあ本気で言ってみたい。こっちも言ってんだよ。ビルキルビアルナス、マジやろうぜみんなで。橋本健人、オッケーオッケー。組み立ては良かったんですが相手ボールになります。何かしてきそうですが、いや、危ねえ。1点リードにできた。おい、ちょっとなんでボール触んねえの。いやリードしたとはいえ1点差です。あれかい、何大阪って。この後も守りに回らないようにしたいですね。何で手に走れんの、分かんないんだよ俺。ゴーゴー。今の入っちゃうときついな、さすがに。こっちやーべ、ボールを奪われました。中川宏人、いやー、ラスト1点でもいいんだけど。キーパーに当たります。それやめて。え、なんで。ほぼ煽りでしょ。意味がわかんない。オッケー。鮮やかなインターセプト。なんで押してんのに聞かねえんだよ。タリクエルユヌシ。ここはよくスペースが見えていました。いやだけ。あぶね。あぶね。どこどこどこ。ビルキル・ビアルナーソン。中の選手にクロスを入れた。
あえオフサイド。え、何何あんなとこ出すつもりじゃねえだろ。よく受けての動きを見てパス。あ、ちょっと何よってんすか。今やりたての時のパスみたいな。やめて。はい。やべ、これはさすがに無理。ビルキル・ビャルナソン、東圭吾、コラロフ。いやーババ東京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 。あぶね。中川博人、主審が流します。アドバンテージを見たようです。ここからどうするのか。いいスペースに頼むよ。いやこれオフか。クリアできるか。オッケー、危ねー。明らかに空いてる方に出してんだけどな。サイドへパスを出します。サポートを使うか。いい位置です。チャンスにできるか。え、きついきつい。下がってきた。いいやおい。え、なに。おっ、奪った危ねえ。決めばだろ。逆やばかった今。いいな。橋本健人、ビルキル・ビャルナソン、敵陣へボールを発ゴール逆逆逆逆逆逆シュートは全然ないんだよ。なんだこれ。オッケーオッケー。いい攻撃でしたね。こんな適当に打ってない。出てるくそー。チャンスチャンスチャンス。ラストやらせて。いいよー。やろうやろうやろう。この取り返すのマジで最高だ。こうマジで。のキックオフは FC 東京から。守備陣がやっぱ足りてるな。ルバンも高橋の国には絶対パスだなこれ。こうなるとオッケー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 。見事なインターセプト。マジで東京の攻撃です。え、どこに出してんだよ。もう俺に出したんだけど。いやーマジでこれは見事に打ちました。何をしてくるのか。素晴らしいスルーパス。おいじゃ、はい、いやー、オッケー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 。やっとここに来て待ってました。ピアルダソー、ババ東京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 。そう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 。いやーやっとテンション上がってきちゃった。私楽しい、このゲーム好きよ。この後マジ終了よ。マジ行こうぜ。よし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 。立ち上がってみんなで歌おう。ララ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 。うわあ、俺の東京。ロングパスでサイドを変えてきます。前が空いている。クロスが。これは多分オッケー。いやー、オッケーオッケー、それ乗って。クロスの精度が足りなかったようです。狙い。いやー、なんで。オッケー。PK 蹴りたいな。PK 蹴りたいなって何？全員そうだろそんな。え、なんで？これは。さあ行こうか。落ち着けよ。いやー！別でてれてちてたらマキシマ。長いゴーゴー。長いゴーゴー。長いゴーゴーゴー。これでいい、これでいい。そういう英霊が集まってんだから。うん、チームも強者のサッカーでいいからね。全部の駒強者、オッケー、行こう行こう行こう。さあ、ここで私はファーマーを投入します。ジャルナ疲れてるので。梅崎、斎藤、イブスキ行きます。ファーマー、おー、ファーマー、おー、ゴールを守ろう。ダメよ、ファーマー。マジ、こう点取ったら、中川博人。中川博人。中川博人。小林。もう焦る必要ないからね。綺麗なパスを通しています。ここから。いやーそんなにいいか。やってんじゃん。
たりました。ああ、無言やめてね、その本気感。全能感やめろよ。俺は無言だったな。できちゃう。止めましたが、ボール。おい、違う違う。何かしてきそうですが、いい位置です。ボール下がってオサイドラインから。ここからどうするのか。助ける。全能止めよ、マジで。さあクロスか。さあどうする。おい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 、 PK はないよ。仕掛けてくる。あいつ絶対伺ってくるぞ、どこで打つかっていうの。あいつ性格考えようぜ、マジで。オッケーコーケーケーケー、そこで晴れなきゃ男スタルぞ、マジで。えっ、オッケーオッケー、落ち着こう。そう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 、落ち着く。マジここで落ち着き見せられるか。フルマン。オッケーオッケー。全人で HK 出しよう。カイル・ウォーカー・ピータース、永井健介、ゴール前。いやー、それはちょっと。オッケー。綺麗なタックルです。クロスの。ゲッ！いやー、やったぜー！俺たちのお心。アキラこそ俺のすべて。58番がいたんだ、このチームの背中を気づかせてくれる一点。ビバリコハラアリー、バーニャが立つと追い出しに込まれていきました。いやー、その前の英知をしのいだのが出なかった感じで、あいつかなり三味線仕掛けてきたから、言葉巧みに。よし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 、いいよ。さあここで2人変えます。ケントに変えてナサンホ、マキシマンに変えてタマ出します。タマータマー、 OK、 行こう行こう行こう。まあまだ貸しカード早いから、みんな一旦落ち着こうぜ、後で歌い始めるから。俺が中川ひろと、そこレシピ取ります。で、出せないことだよ、奪いどころ間違えんだ、パスコースキル危ない。あ、いやー、イブスキヒロシ、うまいパス。イブスキフリーサーセン、イブスキフリーサーセン、いや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 フリーにさせんがや、次の打線もどちらが、これが重要となるでしょう。ナルド何やってんの、ボールが決まりました。落ち着けないの、いや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 、立ち上がってみんなで歌おう。オッケーオッケーオッケー、ゴーゴーゴー、みんな行こうぜ。こっから似てんの、オッケーオッケー、いい。もうその配信者終わりだから、マジで。それ終始歌う、マジで、あの曲に、あの曲。いやいや、ホタルホタルホタルに。カイル・ウォーカー・ピータース、そう、もうこういうシンプル立て使って。サイドへ展開します。クロスを出せるか、狙える位置です。いやー、いけー、おさおさおさ、おさおさおさ、いや、もうガッツリ出てる。まだ出てるの、黒いボール。これが出て触ったじゃん。いや、絶対あいつ黙ってくるからね、ここから息止まらして。そこからお子さん、こういうプレー、こういうプレー、こういうプレー待った。素晴らしい読みでインターセプトしました。いやー、握るねー、手に汗、手に汗。サポーターは落ち着けよ、落ちて、ちょっとめー、ルグマンで疲れてんのよ。いやー、いやー、それ見事なインターセプト。なんか疲れてるな、さすがに。この選手が視点、ここのエレ見せろ。いや、そっちも、そっちも OK、そっちもよし。素晴らしいスルーパス、永井健介。あいやー、俺俺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 いい、それならいい、それならいい、それなら言ってない。さあ、またここからの連携、全然ここを潰すことができません。目先に近さ、チャンスにできるか、マイナス、いやいや、違う、オッケー、こっちこっち、
あ、みんなちょっと落ち着こうぜ、みんなマジで一回一回マジ見て落ち着こう。東京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 バババババ東京バババババ東京まま置いていこう。オッケー、つながった、思いつなげようぜ、みんな行こうぜ、これえれえれえれね、なんでそんなミスが出んの意味がわかんねえか、オブラマジかよちょっとちょっとえ、どっちオッケーオッケー、どっち、そう、そっちだな、あの力好きおかしいだろ、格ゲーやめろお前。カイル・ウォーカー・ピータースボールをサイドへ振りましたオッケーオッケー、あっとかわしました、サイドから中央を見る、頼むよあなっちゃうわどうせグラウンダーで来るんだろうね、ラスト行こうマジで。エフェクトいらないよ、ホトルエフェクトマジで梅崎司終了間際にチャンスが巡ってきたか、おー危ない危ない、よくやっぴいけないない、絶対ないね、ゴールキーパーがボールを押さえた、ちょっと俺サイドがポイントなんだよ、俺の得意なのはサイドそれをみんな見せようぜ、その位置その位置、そう、その位置でいい、その位置でいい、決勝決勝ね、ここマジで場面で決勝しても何を狙うのか、頼むよ、いやーいやーえーれーいやこれ危ねー右だった球、やらせてやらせて、あんじゃん最後の攻撃となる、あー落ち着きましょう、皆さん決勝なそば、皆さんお疲れ様です。いやあ、エレでかけたんだけど最後。いやあ、コーラのゴールもありました。3対3です。さあ試合終えてのスタッツこのような形になりました。10本シュートだったんですがドローです。タリクが MOM です。小原も 8.5 といいレーティングだったんですが勝てませんでした。さあ試合後のインタビューです。厳しい試合になりました。FC 東京にはこれ全おかしくないですか。どういうこと。C 東京に私は東京の監督ですがなんかどっかジョッキーとかじゃない、いやジョッキーじゃねえだろ、どこにこんな派手なジョッキーがいるんだ、監督にはいないでしょ、はい、少なくとも、はい、チームとして優れていたのは間違いありません。え、なんで下がったの、え、もう全然ちょっとコメントのあれが意味わかんないんだけど、これ壊れてない、ここで湘南ベルマーレ同点を追いつきました、逆転も狙っていま、いやえ、なんで湘南目線なのこれバグてんだろマジで、じゃあ湘南目線で、語りますこっからは湘南の色は近い、違う、もうこれ湘南の監督じゃんアリックの活躍はいらねえんだよマジで、これからできること素晴らしい選手です、サリックは画面プレイカーも迷う機会たくさんあります、だって後ろ湘南じゃん、いやそれはホームだ、ね、ありがとうございました。さあ第2節を終えての順位このような形となりました。2連勝のチームが5チームありますね。さあ下まで順位の方を見ていきます。東京は13位、タイはこのような状況となっております。さあゴールランキング、小林優が3得点で1位に立っています。ビャルナソンが12位、下の方を見ているんですが私は見つかりませんでした。さあ一方アシストランキング、トップは中川が2アシストです。永井マキシマここに入ってきてます。さあ次回の動画ではホームサガン鳥栖戦からお送りしたいと思います。また次回の動画スタジアムでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。さよなら。おい、ざっけんなよ。